ガボンドで来た。関係ありそう。おお。エナメル線とマッチ棒を一緒に爆発の衝撃に耐えられるように。長くなった先端を切り落として、はい、まあでも空気の抜けの膨らないように。そんで、あとは噴射口となる場所を作るためにエナメル線を引っこ抜くと。ここで、はい、この穴を潰さないようにして、はい。そんな中途半端な置き方なの？え、なんかこれで、あ、そこ引っ掛ける。あ、なんかこううまく、うん、確立されてる。よし、オッケー。やっぱり。爆発した。ガボンドで起きた。関係ありそう。おお。